刻んでいこうぜ。よしき、サムネとタイトルを見ていただいた通りなんですけれども、やっぱりペーパーフライが欲しいということで、ペーパーフライを買いたいっていう動画ですね。これから六本木に行きまして、ペーパーフライを探すんですけども、なんでまたペーパーなの思う方いらっしゃると思うんですけれども、日々練習して走ってるとイメージがね、やっぱりね、どん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 こう移り変わっていくというか、僕だけなのかな、それは。3月のフルマラソン本番まで1ヶ月切っていく中で、またねアルファでやるのか、アディオスプロでやるのか、ペーパーフライでやるのか悩んでるというか、どれが一番自分にとっていいのかっていうのを、まあ日々考えながら練習に取り組んでるので、やっぱペーパーフライは一足ちょっと持っておきたいなということで、ペーパーフライをちょっとこれから買いに行こうと思います。ダッシュで行こうぜ。今お店を見終わったんですけども、六本木にはベイパーフライの26店舗が置いてないということで、手ぶらで出てきました。いやー、やっぱ人気だね。人気だ。アルファフライはね、あったんですよ。ベイパーは6店舗置いてませんよということで。めっちゃ人気なんだな、本当に。なので、渋谷原宿あたり、ちょっと探したいと思います。午後もね、ちょっとね、猫ひろしさんと一緒に走る撮影が入ってるので、それまでには間に合わせなきゃいけないし、買ったペーパーフライをみんなに見せるところまでちょっと今日届けたいんですけど、ちょっとまだどうなるかわかんないんで、まあ、とりあえず原宿渋谷向かいたいと思います。渋谷来たんですけど、調べたら渋谷に在庫1個だけあるって言ってて、僕の好きだったカラーが1足あるっぽかったんで渋谷行ったんですけど、僕が到着するまでに売れてしまったと。そんなことある？そんなことあんの？動画的にはね、面白いけど、でも普通にスムーズに手に入れて代々木公園でちょっとしばきしたかったんですよね。どっちにしろまあ原宿には向かうんでいいんですけど、もう最初から原宿向かっときゃよかったよ。ということで、ナイキ原宿店に向かいます。3度目の正直、3度目の正直です。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで原宿店出まして、代々木公園に到着したところなんですけど、じゃじゃーん、無事に 26.5 のペーパーフライ購入できました。ということで早速開けていきましょう。いつもだったらね、プツカーン、ペーパーフライってやりたいんですけど、なんか今日はね、そういうテンションじゃない、普通に出します。うおー、かっけー。はい、こちらですね、ベイパーフライ。一番新しいカラーかな。本当はね、初代のなんかピンクとか、あとマンゴーカラーが良かったんですけど、まあこれしかなかったということで、まあ全然まあこのカラーでもいいやと思って、これ買いました。このね、新品の匂いたまって軽い。全部いいシューズなんですけど、ちょっと履いてみます。改めて開くとね、ホールド感はね、マジでね、いいよね。ホールド感ズバ抜けていく。アルファもアディオスプロももちろんめちゃめちゃいいです。いや、圧倒的に軽いんだよな。そして懐かしいね、このベイパーフライのいい感じの傾斜具合、転がる感じ。あと圧倒的に軽い。やっぱ軽いわ。歩いたり走ったりちょっとしていこうと思います。ペーパーフライを履いてます。懐かしい感じだね。この感じだと思って、当たり前のことなんですけど、反発はねすごいです。さすが厚底シューズ。ちょっとね、試しにね走ってみたいと思います。はい、ということで、久しぶりにペーパーフライでしっかり今流しを2本入れたんですけども、やっぱりね、僕のイメージアルファフライの反発をちょっと落としてなんだけども、やっぱりそのやっぱ軽いのと、アルファフライより足がね疲れないっていうね感覚があるんですよね。まあね、またこれからね、この、まあ、ペーパーフライ、アルファフライ、アディオスプロ、イメージの中で全部履いていくと思うんですけども、ちょっとね、しばらくね、このペーパーフライをメインに練習していこうと思います。ということで、今回は、よしき、ペーパーフライが欲しいでした。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。3月のフルマラソンまで1ヶ月を切りました。まあ、しっかりね、調子上げて、体仕上げて頑張っていこうと思います。応援の方、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。
それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。